ようこそ、みなミュージックへのみのです。本日はですね、毎年恒例夏フェスのラインナップが大体出揃ったので、全部見ていこうと思います。本日なんですけども、6月の3日ですね。まあ大体全て出揃った段階ではないのでしょうか。本日東京あいにくの雨なんですけども、梅雨入りの前からね、今年は結構すでに雨が降っていて、もうね、このカラッとした、夏の天気が待ち遠しい、そんな感じなんですが、夏といったらやっぱフェスですからね、それらのラインナップ、早速見ていこうと思います。ということで、まずはですね、この間第7弾が発表された段階のサマーソニック2024見ていこうと思うんですけど、ヘッドライナー見ていくと、モーネスキン、マネスキン、うちのね、チャンネルで一番最初に紹介した時はモーネスキン表記が一般的だったと思うんですけども、今はマネスキンが普通なのかな？まぁちょっと表記の方は置いておいて、で、もう今では非常にね、日本でも人気ですからね、もうね、結構たくさん来てくれるようになりましたけども、ヘッドライナーです。他にもヘッドライナー級を上げていくと、まあ、ブリングミザホライズンとか、クリスティーナ・アギレラとか、そのあたりですよね。ナンバーアイが、新たに発表されたんですね。ワンリパブリック、スーパービーバー、マリンステージ、東京、すごいですね。18日の方も、グレタ・バンフリート、クリーピーナッツ・チャンミナ。グレタ・バンフリートってどうなんだろう？国内で結構人気なのかな？ライブで見たら楽しそうですけどね。あんまりなんか周りで話してる人に会ったことない気もする。でもこうして見るとやっぱもうアイドル系とかボーイズグループとかがもう違和感なく他のアーティストと同居するようになった感じですよね。時代としても。BE:FIRSTがいて、新しい学校のリーダーズがいて、でも2018東京のマウンテンステージはもうそもそも結構そういう感じか。ベイビーモンスターとか、羊文学。羊文学は横割りを成功させたんでしたっけ？ちょっとドラムの方が今休養中なのかな？羊文学もでもそろそろライブ見たいよね。散々動画で扱ったりしてきてるんだけど、まだね、ちょっと僕はライブ見たことないという。18ビーチステージはなんか俺の世代ぐらいにめちゃめちゃ刺さるやつだな。フーバスタンク、オレンジレンジ。懐かしいっすね。スタッツ、ネバヤン、カルと、ブルーエンカント、ペルダスク。なるほどね。結構粒揃いですね。8月17日、東京のビーチステージ、パンピ、テンパレー、フィジーブルー、ミナ、オカベ、ラナ、アデュー、アユム、イマズ。スポティファイ、レーダーの方も結構面白いの多いっすね。離婚伝説、いいね。カズマ、レックス、JJJ。なるほど。今年も漏れなく日にちをまたいで東京と大阪が割とこう対象になってる感じですかね。まあ例年のごとくね、いくつか片方にしか出ないやつもありますけど、例えば8月18のマッシブステージ大阪、ニコニコタンタン、離婚伝説、あの、リトグリ、いい並びですね。こうやって見てるとあれですね、 K-POP のボーイズグループ、ガールズグループとかしっかりちゃんと知識入れないとフェスをね、楽しめなくなってきてるような感じはするよな。いや、正直僕もここ数年間ぐらい邦楽通しのね、プロジェクトに非常にこう集中したんで、なんか同時代的なそういうあたりは結構取りこぼしてるところもあるんだけどね。まあ、ベイビーモンスターとか、NCT ドリームとか、ね、そのあたりとかもね、しっかりちゃんと聞いてかないとだよね。まあ、それこそナンバーアイとかもね、国内だったらそうですよね。まあ、8月18のでも、マネスキンとバウンディ、の並びとか結構熱いよね。あとさ、最近のフェスでね、まあ、結構言われてることですけども、円安の影響でなかなかガイタレの目星の呼べなくなってきてるんじゃないか説みたいなね。どうなんだろうね、そのあたりはね。まあ、いろんな議論があると思うんですが、まあ、それこそ、フジロックですよね。ちょっと見ていきたいんですけども、急遽シザがね、出れなくなるみたいなのもありまして、まあ、そのあたりのね、事情とかもちょっとわかりませんが、まあ、見ていきましょう。それぞれのヘッドライナー、エイウィッチ、クラフトワーク、ノエル・ギャラガーズ、ハイフライング・バーズということで、エイウィッチまずここの位置に来るようになったっていうのは激アツっすよね。そしてクラフトワークは見たい。クラフトワークってそもそも日本でライブするのいつぶりなんだろう。やばいよね。まあノエルも当然見たいんですけども、28日のホワイトステージも結構やばいね。キム・ゴードンとやばすぎ。ジザメリヘビーね。うわー、レッドマーキーもやばいね。ライド、北谷達也。で、ウィークエンドラバーズ2024 with you っていうのがバースデーの、まあ、千葉さんを抜いたメンバーという感じですよね。そしてさらにベッドカバーね。やば。サンデーセッション28日やばくない？ DJ クラッシュにケン・イシイが同じステージで見れるの。えぐいっすね。さらにオールマンベッツバンド。なるほどね。
ちょっとこの間ね、惜しくもディッキー・ベッツがね、亡くなってしまいましたが、ご冥福をお祈りします。そして、セレブレーション・オブ・ザ・ミーターズ、チョコパコ。このあたりは結構熱いっすね。あ、アリもここなんだ。なるほどね。ちょっと、順繰りに28から、遡って感じで見ていくか。27が、まあ、クラフトワーク、ベス・ギボンズ、ワン・ウィズ・テン・フィート、ザ・ラスト・ディナー・パーティー、東京、スカパラ・オーケストラということで、まあ、熱いですよね。普通に、ホワイトステージ、くるり、織坂優太、バンドの方ですね。ボーディーズ。あ、レッドマーキーはヘディガンズも出ますね。サチモスのヨンスの新しいバンドですけども。ユセフ・デイズ・エクスペリエンスとかも熱いですね。26日。ヘイウィッチ、オマール・アポロ、マカロニ鉛筆。クリコ、ルート・セブンティーン、ロックンロール・オーケストラ。これがトータス・松本、トシロー・後藤・正文、グリムス・パンキーとかが、まあ、参加しているやつ。そして、インディゴラ・エンド。あ、大貫さん出るんだ。大貫さんとラッキリ同じステージか。レミ・ウルフ。そして、レッド・マーキー。フローティング・ポイント、キング・クルール、スペル・バウンド。あ、新東京。あ、今年のルーキーやゴーゴー新東京ですか。いや、非常に素晴らしいバンドなんですよね。もう、演奏もうバチウマ。まあ、ジャズ系の結構通ってる演奏する人たち。一回僕ラジオでインタビューしたことあるんですけど、めちゃくちゃいいバンドですね。電気とかもいて、フィールド・オブ・ヘブン。これやばいですね。上原ひろみ。ソニック・ワンダーね。新譜もね、ちょっと前に出ましたけど、よかったですよね。オリジナル・ラブ。家主。しぶさ知らずオーケストラ。なるほどですね。ちょっと右側の方も見ていきましょうか。ジプシーアバロン、グリムスパンキー、アコースティックバージョン、ネナシ。ネナシの新譜めちゃくちゃ良かったですよね。伊藤聖子、イズダポエト、ウィズ、町田光、七尾旅人、夏川りみ。ね、いいですね。そうですね、でも俺やっぱダントツでクラフトワーク見たいな。あと28のホワイトステージね。キム・ゴードンとジザメリってね。激ヤバ。28も全体的に捨てがたいな。今年結構俺フジロックちょっとエグいなって思っちゃうかもですね。なるほどね。じゃあ今度ロッキン見ていきましょう。はい。INI、神はサイコロを振らない、クリップハイプ、サウシードッグ、桜坂46、サンボマスター、サンボマスターの潜在かわいいな。チーズ、シシャモ、チャイトープ、シンガーズハイ、ディッシュ、ペトラ、テレ、ノベルコア、BMSG、ポッセ、これスカイハイさんのとこの、割と最近活発にやってるやつですよね。BE:FIRST。まあまあ、これらが両方出るという感じですね。フルーツジッパー、ブレーメン。プレーメン見たい。ペドロ。ペドロも見たい。今もギターは田淵久子さんなんですかね。マイヘア、ヤングスキニー、ユーリ、リグレットガール。なるほど。8月4日、アジカン、アノ、カナブーン、北谷達也、クロイ。結束バンド。結束バンドってどういう形で出るの？これ。ちょっと知ってる人教えてほしいわ。魚もん、シェボン、ジョーバチ、ジグザグ、スキマスイッチ、スキャンダル、鈴木愛理、ズトマヨ、チービーンズ、ノア、ハイド、バウンディ、ピープルワン、ボーディーズ、マイファス、ホルモン、リサ。この日豪華っすね。まあ、結束バンドも普通にちょっと見てみたいよね。どんな感じなんだろう。8月10日、アイナ・ジ・エンド、アイミョン、秋山・黄色、アイム・イマズ、イマセ・イリ、エンハイプン。ちょっとなんかビーチボーイズみたいな服でこの間やってましたよね。コントン・キャンディ、ディス・イズ・ラスト、ニシナ・ネグセ、ノーベル・ブライト、ハンブレッダーズ、ヒライ・ダイ、ポルカ・ドット・スティングレイ、ポルノグラフィティ、マイ・ゴー、マカロニ鉛筆、マルシー、ライさん、リトグリ、旅行食社会、ワーツということで。まあ、この日もいいっすね。あれ、ワーツって顔出しじゃないですよね。どういうライブするのかな？気になるな。ちょっと見たことないので。8月11日、内首、美味しくるメロンパン、思いの丈、金より勝る、クリーピーナッツ、ゴーゴーバニラズ、サバシスター、ザ・シーズ・ゴーン、スーパービーバー、スミカ、ダイス、谷ゆうき、ナトリ、ナンバーアイ、二重。あれ、この日も結構豪華じゃない？遥か未来、フォマレ、星野源、ミスター・フォルテ、宮本浩次さんも出るんだ、ムーンドロップ、ヤマ、リュックと添い寝ご飯、面白い名前だね。8月12日、新しい学校のリーダース、アンジュルム、インディゴラエンド、ウーバー、
ペンティーム、オーラル、キートーク、キューソ、コールドレイン、サカナクション、ジュースジュース、スパイエア、スリー、テンフィート、ナルバリッチ、羊文学、ベガス、フォーリミ、ブルーエンカウント、フレデリック、ヘイスミス、ムック、ヤバティ、わぁ、この日も豪華だな。ねぇ、なんかどれもちゃんとロッキンに行ったって思えそうな感じのラインナップ揃えてるね。ラストの日もかなり層熱いっすね。サカナクション見てぇよな。サカナクションとナルバリッチ同じ日に見れるのは熱いね。うわ、むず。でもな、ちょっと8月4日俺は押したいかな。まあ、クロイもいるしな。バウンディ普通に一回見たい。一回見たことない。ちょっと、次、ライブあるときは本気でチケット取ろう。じゃあ続きましてはね、スイートラブシャワー見ていこうと思うんですけども、8月30日。まあ、なんでしょう、連続で何個もね、フェスの日程見ていくと、アーティスト被りも結構出てくると思うんですけども、いや、見てくださいよ、ヘッドライナー、イエモン。これすごいよね、イエローモンキー、今年はもうフェスにね、出ていく。このあたりのね、試みも、まあ、今年めちゃめちゃ熱いと思うんですけども、まあ、イエモンにエビチに岡本ズにオーラルと、カメレオンライムウーピーパイもいいっすよね。僕めちゃくちゃ推してるアーティストで。9ミリとかね、シム、ここにもヘディガンズ、吉沢佳代子。いや、暑いね、この日。8月31日、今瀬入り、クレバ、ゴーゴーバニラズ、テンパレー、羊文学、ワーツ。ワーツ結構出ますね、フェス。まあ、この日も暑いね。そして9月1日は、うわ、エルレ出るじゃん。クリーピーナッツ。君島大空も出て、マカロニ鉛筆。あ、物の哀れ。宮本浩次さんここでも出て、ワニマ。離婚伝説、ラッキリ、ホルモン。わ、この日も暑いな。なんかでもフェスという環境でイエモンをなんか見たいよね。8月30日。暑いね。今度はですね、ワンミュージックキャンプ2024見ていきましょう。グソクムス。出るんだ、嬉しいね。ザゼンボーイズ、サニーデ、ジョニーバン。うわぁ、結構俺好みの多いっすね。ジョニーバン、グソクムズ、熱いな。まあ、石の卓球とかも当然激アツなんですけども、デニムズとかね。なるほどね。長久保。長久保もいいアーティストですね。なんか渋谷系っぽい感じのバンドなんだけど、七尾旅人さんもね、出て。このライン僕は結構好きだな。J オルタナティブのね、ちょっといいとこがすげえ入ってるって感じをするラインナップ。個人的にはかなりツボ。まあ、その中で卓球さん、座禅、サニーデーとかね、そういったちょっとベテラン勢がこうね、ピリッとさせてくれる感じね。なるほど。あ、七尾さんもね、大ベテラン。そして今度最後にじゃあ、ライジングサン、ロックフェスティバル2024映像見ていきましょうか。泉谷しげる。存在感、えぐいっすね。アリ、クラウドオブサークル。アモ、インディゴ、内首、オリサカさん、キッドフレシノ、奥田民生、弾き語り、思いの丈、キミオレイ太郎、ジョーバチ、小山田さん、過去バンドセット、木村カエラ、シロップ16グラム、あ、WOD も出るじゃん、クロイも出ます、コーディリーも出ますね。ちょっとやっぱ俺、ライジングさんのこの選出の感じも好きだなぁ。ネバヤン、バウンディ、サウシー、バンドメイド。バンドメイド。今年の主要フェスだったら唯一かな。バンドメイド熱いっすね。羊文学、富士ファブリック、津田まさき、ブルーハーブ。さすが、札幌のイベントですね。ブルーハーブ出てくる。スピッツ。えぐいじゃん、スピッツ。ライズ、スカパラ、ラッキリ、離婚伝説。あ、ビアリストックス。ねえ、この間ね、動画にも出てくれましたけども、これ熱いね。ロットバルト・バロン、ワーツ。ヒーローズ、フォーリミ、フルイ、リホ、フレデリック、エディガンズ、マイヘア、ヨナヨナ、ウィークエンダーズ、リサ。ちょっと、ライジングさんめっちゃ良くない？そもそも個人的にめっちゃツボなさ、選出の中にさらにスピッツとかバウンディとか超ビッグネームも入ってくる感じやばいね。というかまあブルーハーブやばいね。ちょっと北海道で見たいっすね。はい、ということで今年もですね、夏フェスラインナップちょっとざっくりですが全て見ていきましたけども、いかがだったでしょうか。いや、なんかね、円安がこううんたらかんたらで外タレの大物がなかなか呼べない、呼びづらいみたいな、そういう話もねよく耳にしますけど、ラインナップ普通に見てたらどれもめちゃくちゃ良かったけどな。まあ、ちょっと運営をされてる側からするとね、そのあたりのご苦労もね、あのあったりをするとは思うんですけども、個人的にはね、でもちょっとライジングさんの並びはかなり熱いかなと思いました。ということで、そんな感じでコメント欄にぜひね皆さんも感想書いてもらえると嬉しいなと思います。ミノミュージックでした。それでは。